こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アマゾンオーストラリアで売れて儲かるもの。ベイブレード。ねえー、日本だと1328円で売ってるこのベイブレード。オーストラリアのアマゾンだと45ドル69セント。ねえー、約4000円強で売れてます。約3倍ですね。で日本の場合ね、えー、この 定価より高く売るとかね、えー、いう売り方をすると、まあ、本当に叩かれます、ね。本当に欲しい人の手に入らないとで。日本の場合ね、本当に欲しい人っていうのは、安くなきゃ買わない人のことを本当に欲しい人と言うと。まあ、日本以外の国ではね、本当に欲しいゃ高くても買うんで、まあ、プレミア付きの値段で買うとかいうのをね、本当に欲しい人って言うと思うんですけど、まあ、日本の場合ね、ちょっと言葉の意味というか捉え方が違う。 日本の場合はもう高く売るのは悪という形でね、転売だとすっごい、まあ、稼ぐのにプレッシャーかかりますしね、稼ぎにくいです。後ろめたい気持ちで稼がなきゃいけないと。そうじゃなくて、本当に欲しい人って普通は高くても買えますんでね、本当に欲しい人に欲しいものを届けると。その時にえ欲しいものを届ける代わりに高く売って、まあそのね、 欲しいものを届ける行為を長続き、えー、できるようにしていただけるお金がもらえるというのがね、えー、オーストラリア市場です。日本市場の場合、欲しい人にも身を削って安く届けなきゃね、叩かれると。ねえー、もう詐欺師だと、ね。定価より高く売るなんて何考えてるんだということで叩かれます。えー、ですので、オーストラリアで売ると、まあ、転売は非常に楽しく稼げるという形ですね。まあ、その まあ元になってねやっぱ物価の違いですね。えー、シドニーは景気キーです。オーストラリアは景気です。ですんで、えー、日本のものを大体ね、日本の金額の3倍以上で売っても喜ばれるという形なんでね、えー、日本に住んでるとすごい、まあその辺で売ってるものをねオーストラリアに送るだけで稼げるというようなね、えー、状態が期待できます。でオーストラリアがね去年の12月5日に、えー、アマゾンがオーストラリアで物販を開始しました。 で、これからね、FBA という Amazon がね、梱包も発送もクレーム処理も全部やってくれる仕組みがスタートすれば、まあ日本に住んでてね、その辺にあるものを送るだけでオーストラリアアマゾンで稼げるという形になります。まあ今年はオーストラリアの Amazon 輸出初めて稼がれてはいかがでしょうか。まずはここをクリックしてですね、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。